三大ギタリストジェフベックさん死去。彼の影響を受けていないギタリストいない。ニューヨーク金子康氏ロック界を代表するギタリストジェフベックさんが10日死去した。78歳だった。最近性髄膜炎が原因だという。米紙ニューヨークタイムズ、電子版など米メディアが11日に伝えた。英国出身。1965年にエリック・クラプトンさんの後任として、 英国の人気バンド、ヤードバーズに参加。そのスピード感あふれる技巧的な演奏は、早くから高く評価されていた。その後、ボーカルにロッド・スチュワートさんを迎え、自身のグループを結成し、ハード・ロックの先駆け的な存在として注目された。75年にはジャズの影響を受けた、ブローバイ・ブローを発表。全米4位となるなど世界的にヒットさせ、フュージョンブームの一翼を担った。その後も、 ロックに加え、クラシックや R&B など様々なジャンルの音楽を吸収し、激しく作風を変遷させながらアルバム制作を重ねた。90年代には活動休止状態だった時期もあるが、99年にアルバム、フーエルスで復帰。その後は精力的に活動を続けてきた。米国音楽界最大の栄誉とされるグラミー賞を述べ8部門獲得している。